や急に3分で検証。ゲームの気になるあんなことなんか始まったな。今回はマリオカート、アイテムなければファイナルラップから余裕で逆転できる説を検証します。私これから9位以下の順位でファイナルラップへ突入します。なんで9位以下の順位なんや。それはマリオカート最強アイテムキラーの出現率が最も高くなる順位が9位以下だからです。はあ、作戦はこうです。1周目スカツ離れずで下位の順位をキープ、そして2周目のアイテムボックスから有能アイテムゲット、それをキープ、3周目から本気かスカーラーのアイテムかまして逆転1位。そんなうまくいくんかいな。ちなみに1位を取れなかった場合はあかりちゃんの IQ が2になります。ではレッツゴー。待て、お姉やん、なんでうちの IQ が2にならなきゃならないねん。だって罰ゲームないと盛り上がらないし、他人の人生を天秤にゲーム楽しむのやめてくれませんかね。さあレースも2周目中盤、そろそろ指使っちゃおうかな。お前1周目何で操作してたんだよ。今6位か。アイテム的にもうちょっと順位下げた方がいいかな。てかお前マジで1位取らないとしばくぞ。気合い入れろ。いやいやあかりちゃん大丈夫ですよ。見てください、アイテムボックスから。あらやだ、まあまあ動画映えしないな。そんなわいらねえいらねえいらねえ。ちょーい、次いいアイテムが来るかわからんのに。はい、キノコどう。待て、お前うちの IQ がかかってんのやぞ。もっと慎重になるや。大丈夫、ほらラストアイテムボックスでキラーが。やばミスった。ダメで当たったのただのキノコじゃねえか。あっておかしいな、私の想定ではこんな感じだったんですが、中身甘すぎて虫歯になるわドアホ。さあそろそろ最終ラップ、泣いてもめっちゃ泣いてもこれで最後です。ほんまうちは泣きたいわ。9位でファイナルラップ突入です。てかなんでアイテムに頼もしさを検証する動画でアイテム持ってねえんだよ。バカなのかい。お前もこれからバカになるんだよ。何さらっと1位諦めてんだドアホ。さっさとアイテム取って逆転しろや。お任せー。あれお前うっちゃ。さあキラー来い、キラー来い、キラー来い、キラー来い。微妙、まあ加速系、まあ加速系。てるさー、あーこのお茶目さんね。てめえもっと危機感持てや。大丈夫、すぐそこに次のアイテムボックスあるで。メンゴこいつもうダメや、ファイナルラップやのにもう終わりや。まだだ、まだ諦めるには早い。え、ボム兵さん、俺に任せな。ボム兵さん、ち、余計なことを。てめえおっしゃ、6位にそのまま飛ばせ。かしこまり。1位のやつは俺に任せな。青コーラさん、いける。二人の思いを無駄にしないためにも絶対1位を取るんや。スター来い、キラー来い。おー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 、微妙。いや、いける。キノコー、ありがとう、いけー。ごめん。うわー、はい、じゃあ、フラグビーム設置。ウキウキすんなボケー。嫌だー。ごめんね、今度は必ず助けてみせる。次もあるみたいな言い方やめろ。アホアホビーム、やあ。あかりさんお疲れ様です。チョリス、ゆかりっち、1+1はバナナ、正解。アハハハハ。